こんんにちは皆さん維新の会ってのってての知ますかね維新の会ねありますねはいえー、それではね話題を変えまして大阪の事件でございます、えー、強盗殺人未遂疑いで逮捕の中国人席の女性え嫌、ー、疑不十分で不起訴ということですねまあもちろん権疑不十分で不起訴ならしょうがないんですけどもどんなことで この方は逮捕されて嫌疑不十分になったんでしょうかちょっと取材されている ABC ニュースを読んでみましょう。今年3月、路上で男性を刃物のようなもので刺し、刺したら痛いですね。血が出ますね。死亡の可能性も出ますね。現金及び、えー、およそ2500万円が入ったカバンを奪おうとしたとして、逮捕された中国籍の女性が不起訴になりましたということでございます。 えっと人を刺してお金を2500万円奪おうとしてもそれがあ未遂に終われば不起訴ということらしいですね、えー、中国籍の女性31歳は3月30日の深夜大阪市浪速区の路上で飲食店を経営する中国籍の男性39歳の胸や腹など刃物のようなもので刺し現金約2500万円が入ったカバンを奪おうとした強盗殺人未遂の疑いで逮捕されました 強盗殺人でですすよ怖いですね皆さんお金を持ってる時に人に刃物のようなもので刺されたら刃物じゃなくても刃物のようなもので刺されたら嫌ですよね刺した人が野放しになるの怖いですよね十分刑に服してもらって懲りてもらわないと再犯の可能性ありますよ落ち落ちしてらんないですはいえ男性は病院に搬送されましたが命に別状はありませんでした日本みたいに 医療制度が整ってるところででかったですねこれなんかねよくわかんないようなところで刺されちゃったらそのまま放置みたいな感じになっちゃったりもするんでしょうねいやー犯人はどんな目に遭うんでしょうか大阪地裁が9日付で女性31歳について嫌疑不十分で不起訴処分します権嫌疑不十分って今取材で分かったことだけでもなんかこれ即実刑じゃないですか傷害罪でしょう なんで病院にまで送り込まれて傷害罪なんですかね捜査を尽くしたが起訴する足え起訴するに至るまでの事実が確認できなかった警察仕事できてるんですかねここまでの事実が分かっていて起訴するに至るまでの事実が認定できなかった大阪ってのはそういうとこなんですかね大阪では人を刺しても罪に問われないもしくは警察の捜査能力がないうーん なるほどねこの事件で一緒に逮捕された夫で中国籍の何とかかんとか26歳は5月に強盗致傷の罪で起訴されていますということは夫婦でこんなこと繰り返してるんですねいや怖いですね大阪ね大阪はえっ、ー、とどの政党が中心になって仕切ってるんでしたっけねちょっとその辺私はよくわからないんで大阪の治安に対してはすごく怖いですねちょっと大阪 行かないとこ、怖い怖い、怖い怖い、怖いな